はい、どうも、皆さん、こんにちは、ここでございます。ということでですね、まあ、いつもだったらね、まあね、もうちょっとね、質のいいカメラでね、動画撮ってると思うんですけども、まあ、なぎせね、カメラの充電し忘れるというね、ちょっとヘマしたせいで、ちょっとね、こういう形の動画となって申し訳ないんですけども、まあ、今日はですね、もう見てわかる通りね、アズナのファンミーティング2日目ということでね、マカリメッセこちらね、まあ、入りしてるという状態でございまして、まあ、この後ね、ライブ参加してくるんですけども、ね、まあ、今日もね、相変わらず板バッグ、持ってきてますけども、今回はですね、昨日ね、まあ、動画でも出しましたけども、アクアですね、アクアのですね、年末に行われますライブですね、コンサート、ね、アクアエクストラ ラブライブ、ドリーミーコンサート2021、こちらですね、当選結果が、まあ、昨日ね、チケットピアからね、出まして、まあね、当選されたって方もね、やっぱりいらっしゃるんじゃないかなと思います。で、僕もですね、まあ、昨日の動画でも言った通り、ありがたいことにね、1日目当選させていただいて、まあ、参加確定なんですけれども、まあ、と同時にね、今回もですね、皆さんに対して、ライブどうでしたかと、当落結果どうでしたかといった形でですね、ツイッターで大々的にアンケートを行いました。ね、ありがたいことにね、本当に数時間しか、経過してないにもかかわらず、本当に800票近く、900票近く、本当に票をいただきまして、もう本当にね、嬉しい限り、ね、皆さんのご協力に感謝してるんですけども、まあ、今回ですね、そのね、ツイッターでのアンケート結果をもとにね、今回の倍率どうだったのかと、まあ、その辺についてはですね、いろいろと話していければなというふうに思います。今回のですね、アクアエクストララブライブドリーミーコンサート2021、当落結果の方は、884票のうち、こんな感じでございました。はい、まあ、こんな感じでね、かなりね、偏りがある結果だったということでね、で、まあ、一つずつね、見ていきたいと思います。まずですね、一つ目、片方当選したと、片日当選、まあ、デイ1かデイ2、どっちか当たったよっていう人が、まあ、これがですね、一番多くて、44.6% と。まあ、そしてですね、両日当選したよという方は、2.4%。そして、両日落選してしまったという方は 16.4%。そして、そもそも申し込んでないよという方が 36.7% ということでですね、まあ、こんな感じでかなり、まあ、票が、まあ、ね、極端に分かれたなという、まあ、印象があるんですけども、まあ、これね、正直片方当てたっていう方が、まあ、かなり多いっていうのは、まあ、割と予想はついてました。うん。なんですけれども、僕がですね、一番驚いたのは、まあ、これ生放送でも言ったんですけども、こちらですね、2.4% っていう、両日当選が 2.4% しかいないっていう、これね、僕ね、びっくりしましたね。本当に。なんだろう、片方当ててる人がこんなに多いんだから、両日当選した人もまあまあいるんじゃないかなと思ったら、ダントツで少ない。いや、いつものライブでも、両日当選した方ってまあまあまあいらっしゃるんですよ。うん、一回で両日当てたって人まあまあいるんですけども、今回に関してはちょっと少なすぎると。うん、2.4% はさすがに少ないと思ってるので、これはですね、僕も生放送で言ったんですけども、どっちかの日しか当たんないように、意図的にできてんじゃないかっていう風に、思ってます、僕は。うん。じゃあ、両日当てた人はどんなんだっていう話としては、まあ、おそらく、相互連番。片方同行者、片方、申し込み者って形で入れ替えをして、まあ、申し込んで両方当たったっていうパターンか、まあ、もしくは自分でアカウントを複数持っていて、その両方とも、アカウント複数当たって両日当選したという、まあ、要は特殊なケース以外では、基本的に、両日は当たりませんよと、自分のアカウントで2つ両日当たるってことはないですよっていうことなのかなっていうふうに思ってます。このデータから見る限りね。うん。いや、これはね、かなり自分の中でも引っかかっているのでね。本当に皆さんのね、思うところっていうのは聞きたいところではありますよね。まあ、と同時にね、あと両日落選した方もやっぱりまあまあ多いなという印象はありましたね。まあ、片方当ててるって方が、一応このね、申し込んでないっていうデータをね、まあ、省きますと、一応半分近く。うん、半分以上はいるか。半分以上は、まあ、まあ、当選してるっていう形、かなり多い割合で当選はしてるんですけども、片方は。まあ、それでもね、両日そもそも当たんなかったよと。うん。まあ、今回の場合、当選か落選っていうのでね、大きく分かれてますから、
まあ、落選した方もね、まあ、それなりにいらっしゃるという状況ではありますけども、まあ、ただね、割合としては、当選率そもそも高かったのでね、まあ、倍率としてはそんなに高くないのかな、というふうに思います。まあ、2倍とか、うん。1倍は、ね、1倍って言ったら、ま、全員当たっちゃうってことになっちゃいますけど、だから2倍から3倍ぐらいの合間なんじゃないかな、というふうに思いました。3倍だとちょっと高すぎる気もしますから、まあ、2倍か3倍のその合間を取ったあたり、だから可能性でいうところの、ま、50% とか、まあ、50-50 ぐらいの確率だったんじゃないかな、っていうふうに、ま、ね、このデータを見る限り、思いました。皆さんはですね、今回のね、アクア、エクストララブライブドリーミングコンサートのですね、倍率について、思うことなどありますでしょうか？ぜひね、コメント欄にね、皆さんの思うところなど、書いていただければと思います。もしですね、この動画がいいなと思うし、グッドボタン、高評価と、あとチャンネル登録もぜひ、よろしくお願いします。ではですね、また次の動画でお会いいたしましょう。以上、浩平でございました。また。